介護大学頻尿の方のおしっこの流れ方について説明していきます。頻尿でない方は括約筋がしっかりありますんで、おしっこを十分に飛ばす力があったりします。ただし頻尿の方に関してはなかなか強く押し出せないので、行外で寝てる方はお尻の割れ目を伝ってどんどん背中の方に流れていきます。で、側外になると背中の方に流れないで太もも周りをどんどん伝っていってしまうことがあります。なのでおしっこに関してはしっかり尿道口に密着しないと横伝い漏れが増えてくるといった現象になってきます。